私の地に向かいます。今日はね、チーク乗りすぎたのあまり通った記憶がないななんか前よりちょっと近くなってる。めちゃくちゃ遠いです。頑張っちゃう。あんなによく通ってたよね。本当だよ。そうね、めっちゃ天気いいやん。本当だ、すごいね、全然違うねでもね、じゃあ池の方も晴れてきてたから今日は一日天気かな。ね、撮影日和でちょっと左そう、うん、右じゃない？左だ。あ、左だね。うん、右側行ったらあれだよ、スーパーだよ。スーパー、あれ？ん？ああ。いや、ここは覚えてるかな、やっぱ。だよね。そこダメだね。そうそう、ダメだね。ファミマある。ファミマだったっけ、うん、なんかこんな感じスーパー行ったな、ね、ちょっと高かった気がするんだけど、そうそう、あそこになんかコーヒーとかなかったっけ、飲みたいねみたいな。あ、これ、これ、あ、本当だ。めっちゃ染みやすくなってるこのなんか横断歩道をすごく覚えてる。ねえ。あったな、こんな。あっちだよね。あっち。え、こんなとこダイエーあったっけ？え、ダイエーはあったあった。行ってたもん、なんか。あったっけ？うん。買い物にね、一回行った気がするんだよ。覚えてね。こっち。中華よりこっちだって。臨時休業してた。残念です。パン屋さん気になる。買ってみようか。これで20だって。やってる？やってなさそう。12時から20。やってない。やってないです。どこもやってないんだよ。え、なにこれ、ホテルじゃない？やる気ない。いや、置き物や。あ、ここか。これじゃない？これだよね。これから見学できるよ。あら、海より西だよ。何号室だった？え、何号室だっけ。え、3階じゃなかった？え、3階か。ここだよ、ここ。覚えてるよ。ブルーパラス名古屋35周年イバーサル。潰れてなくてよかったね。ね、潰れてなくて。あ、これだわ。全然覚えてないよ。覚えてない。めっちゃなんかカート引きながらここ歩いてたんだけど。はい、ここが5年前に一緒に住んでいた。住んでたところ。寄ってたところ。そう。わあ、懐かしい。懐かしい。なんか結構覚えてる。階段登り降り。なんか、ちょっと行くんだよ。え、こっち来る？いいよ。ちょっと歩いてみよう。なんかちょいちょい変わってるっていうかね、いろいろできてるの。あれ？違うわ。え？どうだっけ？これレストランだった？そう、なんか違うこと思う。マンセじゃなかったんだけど。マンセ食べてっけ？食べてっけ？マンセさん、カツサンドだよね。あれ、なんかお肉だ。ハンバーグ食べたい。だっ
トリアン。牛タンとかあるよ。牛タン美味しそう。え、慢性じゃなかったな。気がするな。でも、あれだよね。なんか、レストラン。ガストみたいなレストラン。あれ、救急だよね。そう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 。で、もうちょい行ったとこに中華料理屋さんなかったっけ。もうあっちだったっけ。ファッションプラザ結構なんか田舎クリスマスケーキか。クリスマスケーキ買いに来たのか。え、違くない。なんか上の階でさ、うん、好きじゃないけど、なんだろう、なんだろう、何を買ったんだろうね。わかんない、何かを探してきたのは覚えてる。ハロウィン違うか。ハロウィンの時期じゃないもん。大変です。ナミがいっぱい落ちてる。そう、あそこに屋台が出てたのはめっちゃ覚えてる。屋台なんかあったっけ。そう、あったよ。大変です。で、ほら、あそこにさ、あ、クレープ。本当だ。一回も入らなかった中華屋さん。意外と安いね。うん、安い。もう一皿だから。こんにちは。どうぞ。開けますよ。大丈夫です。ありがとう。中国の方。日本人、日本人。懐かしいねこれ。ワンダーランドって大。うん、近かったら買いに来るのにね。スプーンついてないよ。スプーンをください。忙しかったからね。どうしましょう。スプーンくださいって言ったのに。それもしかして何号室ですかって聞いたら、はい下で受け取ってきた。ウェーイ。お花を注文してたんですよ。ちゃんがお花注文してくれてたのってめっちゃ汚い。なんかね、これオーダーメイドで。え、そうなの。あの、自分の思い出を言ったら、うん、花をアレンジしてくれるんだって。何それ、すごい。すごいしっかりしてる。大きい。綺麗。かわいい。これめっちゃ豪華やん。ね、豪華だね。どうやって取り出すの？ピンターネットなんだけど。すごい綺麗な花束。ピンクだ。大きいね、これ。大きい。すげー綺麗、ね。手書きの文字を入れてくれるっていう、それもすごい。コピーとかじゃなくて書いてくれる。で、よかった。本当に嬉しい。はい、I do。全部書いてくれる。私が言うやつやん。お互いで言うやつじゃない。I do。花です。かわいい。あ、これもこっから咲くようになってるのか。ユリ？ユリの花。なんかピンクのユリ。ピンクのユリが2個なのか。あ、3個か。いっぱいあるよ。なんか花びらいっぱいある。あー、かわいい。すごい匂い。
なんかいい匂い、めっちゃ女子の匂いするそれでかな、なんか結婚の2年目の記念日で同棲の、うん、あの2人ので送るやつですっていうので言ったら、まあ、女の子1人2人っていうのと結婚の記念日、あと白いバラをもらっ1本もらったっていう風に伝えたのが多分これなのかなと思って、お返しに入りの花1本なのかなと思って、